旧品員を描いた1787年の絵。旧品員は入居対象となる社会的弱者が特定の地域社会に住み続けることを可能にするために、事前団体によって提供される住居。特定地域の貧窮者を対象とするもののほか、何らかの形でかつて同じ雇用関係にあったものや、家父などを対象とするものがあり、一般的には、 慈善団体なりトラストによって維持されている。旧品印は特にイギリスで発達した制度であるが、日本語では同じく、旧品印と訳されるワークハウスやプアハウスとは異なり、働けないものを収容することが前提となっているため、労役上、受産施設としての性格は持っていない。旧品印はヨーロッパのキリスト教に基づく制度の一つであり、 あるムスとは貧困者を助けるために寄せられる献金や奉仕のことである。イギリスでは10世紀から旧品員が存在し貧しく高齢で困窮した人々に住居を提供していた。記録に残されたイングランドで最初の旧品員は10世紀前半の国王アゼルスタンによってヨークに設けられたもので現存する最古のものは中世には ヨーロッパの病院の多くが、休貧院としての機能を果たしていた。イギリスでも、病院と休貧院は分化しておらず、しばしば修道院に付設されて存在していた。ベッドフォードシャーシュー・オバーンの休貧院。休貧院は、10世紀以来、今日に至るまで設置され続けている。休貧院と、他の形態のシェルター住宅を厳密に区別する基準はないが、一般的に休貧院には、 自然団体としての性格があり、居住者の自立した生活が続けられるよう支援するという目的がある。旧品院の施設は、その歴史的な背景もあって、何軒もの小さなテラスハウスやアパートからなる古い建物にあることが多く、比較的少数の居住者しか収容できない。イギリスでは、現在も2600の旧品院があり、 提供するおよそ3万個の住居には3万6千人が住んでいる。オランダでは数多くのホフィエと称される旧品員に相当する施設が高齢者の住居として機能している。旧品員は経済学的には家賃補助対象住宅の供給として位置づけられ、さらに管理人などは社会福祉資源とみなされる。近代的な旧品印や労役場としての性格を持った 給品員は1597年に施行されたイングランド最初の給品法によって登場することになった。こうした施設は居住者の性格、支援内容、名称などが様々な変化を重ねてきたが、1900年当時には居住者の85%が高齢者になっていたとされている。ありがとうございます。